こんにちは、佐野日向子です。この度ドラマデスノートに天音美沙役で出演することになりました。感想はもう本当に原作が大好きで、映画も大好きで、アニメも大好きなこのデスノートに、中でも大好きなミサミサにこう決まったってお話をいただいた時はもうえっってなって、もうなんかエイプリルフールかなぐらい嘘つかれてんじゃないかなって思ったぐらい本当に興奮というか驚きました。まだ始まって間もないんですけど、そうです、私はあのいちごベリーっていう原作にはないアイドルグループのミサミサ役としてなんですけど、そのやっぱり始まる前にですね、アイドルとしてこう歌とダンスを練習したことがすごい印象深いです。ライブシーンも実際にあって、はい、衣装がこのスカートとかなんですけど、1話からですね、ミサミサが出てきたりするんですけど、そうですね、また原作とはまた全然違ったあのストーリー性ですごく面白いんですけど、ミサミサの過去だったり、そうですね、デスノートを手にした時からどうストーリーが進んでいくか、私もすごい楽しみですし、そのライトとのキラとの関係性とかにもぜひ注目してほしいと思ってます。皆さん、デスノートぜひ見てください。シャキン。